うちの息子は日曜の朝は一緒に朝食を済ませて漫画を見るために必ず7時に起こしに来る。そして漫画を見終わると息子の今日の漫画はああだこうだだったとプレゼンタイム。しかし俺は悪い父で疲れのせいか毎度その最中に眠ってしまう。起きた時には息子からお父さんまた寝てた、もう大嫌いと言われてしまう。これが我が家の日曜朝の恒例行事。連休に両実家、俺と嫁は幼馴染で、実家は近所に向かうために飛行機に乗っていた時、息子がおじいちゃんおばあちゃんたちとこんなことする約束した。とかお父さんも一緒にやってよね。と、これからの楽しみについて語っていたのだが、俺は悪い父だよ。その話を聞きながらもうつらうつらとしてた。それでいかんいかんと思い目を覚まそうとしてたら、妻と息子の会話が聞こえてきたので、しばらく寝たふりをしてみることに。息子、また父ちゃん寝ちゃった。今日はお布団ない。どうしよう、父ちゃん風邪ひいちゃう。妻、大丈夫だよ。もうすぐお姉さんが来るから、その時にお願いしたらもらえるよ。息子、そうなんだ。じゃあお願いしてみる。で、新家へ来たら。息子、お姉さん、お父さんが寝ちゃったからお布団ください。起きないようにコソコソでお願いします。コソコソでという言葉でちょっと笑いそうになる。いつもは息子の話中に寝てしまったら怒られてしまうのに、息子がこんなに優しくしてくれてる。のダブルパンチで何とも言いようもない感情が生まれて、寝たふりをするのが大変だった。後で妻にその話しをすると、息子の話中に俺が寝てしまった時はいつも息子がブランケットをかけていてくれたそうだ。妻によると、どうやら俺が起きた時に息子が怒っているのは照れ隠しのようだ。いつも妻がかけてくれていたと思っていたので嬉しびっくり。休みの日もろくに遊んでやれないのに、息子はちゃんと俺のことを思いやってくれるいい子。ちょっと素顔じゃないとこもあるが、に育ってることに感激。それも妻のおかげであるしかのこともきちんとやってくれてることに感謝の気持ちがドバーッと湧き上がって、誕生日昨日に愛してるとありがとうを改めて伝えようと決心。息子が生まれてから好奇とすら言ってなくて、決心すると同時に早くもドキドキ。最初は記念日なんだし、それくらい言えなくてどうすると、お気楽なもんでいたのだが、だんだんと、妻の誕生日が迫るにつれて、ヘタレな俺が、本当に言えるのか?と、不安に。でもきちんと言えてさ。練習しまくったから噛まずに言えたぞ。妻ちゃん、誕生日おめでとう。それから、家のことも、きちんとやってくれてありがとう。息子も優しい子に育ってる。それも家にあまりいられない俺の代わりに妻ちゃんがきちんと育ててくれている証拠だね。ありがとう。愛してるよ。で、妻はポカーンって顔した後、号泣しながら、私も愛してると言いながら抱きつかれた。妻を抱きしめながら言ってよかったと感慨深く思っていたら、妻、あ、とめさんに電話しなくちゃ。え、このことうちの母親に伝えるの?と困惑している俺のことなんかお構いなし電話し始める。どうやら俺の挙動不審が気になって相談していたようだ。妻の顔見るだけで恥ずかしくなってしまって伏し目がちに。いつも帰宅時にインターホンを鳴らさないのに鳴らす。いつもお母さんと呼んでいたのに、妻ちゃんとたまに呼ぶ脳内シミュレーションが漏れてしまった。日曜の息子の鎧部話中に寝ない&息子の問いかけに、そうだなお母さんは綺麗だな、と意味不明回答脳内シミュレーションが、やっぱり慣れてないことすると恥かいちゃうもんだね。